すみません一回切ってもう一回復活したんでちょっと、えー、最初のところのコメントを何個か読みそびれちゃったんだけどあのねスマホでやってるんで Bluetooth をねつないだままだと音質が悪くなるんですよちょっとね直前までイヤホンでつないでたからね申し訳ないもう一回コメントしてくれさっき書いた人はすいませんね毎回毎回こんなバタバタでやってて えー、今回は渡辺大地さんが、えー、まあ犯人だよね。犯人のところに関してはそんなに2点3点はなかったんだけどあ二24人帰ってきてる申し訳ないさっき1回切っちゃったんでねちょっとコメントが来るまで俺がつらつらとしゃべるか、えー、外国人技能実習生という問題 について留学生とか技能実習生とは名ばかりでえ実際のクラスの人数よりもえ大量にわざわざ取ってですねえ来なくなったりとかする人がいっぱいいるのに学費をえ取れるからということでね渡辺大地さんもそれにえ関わっていたと水森というキャラクターね。政治関係してます右翼左翼左このように政治が関係していないトピックというのはないんでえ関係して,もしてるねしてるしえと今までの話は全部してますね。話から 4話までの話も政治は関係してますね、うん、政治が関係してない問題というのはこの世にはない。うん、でまあ志麻さんといぶきが犯人が外国人留学生なんじゃないかということで取り調べに行くと取り調べっつうか外国人学校のね事務員かな事務員的な水森さんに話を聞くと彼らはお金に困ってたのかっていうことを聞くと「いやそれはみんな困ってますよ」っていう。 困ってないわけがないという話で無理やり大量の人を連れてきてというそれでお金をもらってたということねで一方でいぶ吹の恩師の小日向文雄さんが演じているガモさんガモさんっつってだっけはもっと、えー、自律的な支援をするバディーワークというのをやっていましたと。 なのでベトナム語が分かったっていうことですねぶきの勘はまあ100%当たるのかな1回ぐらい外すのかなと思ってたけど100%当たるんかなこれは当たってましたねてかいぶき勘でベトナム語も分かるようになったからね <laughs> 日本嫌いって言ってるのを舞ちゃんと仲良くなってベトナム語を学んだのかなとか思ってたら勘で分かるようになってたっていうね素晴らしいですねでまあ畳みかけ ポイントとしてはシマさんのね過去がフラッシュバックして、えー、バディが転落死したような感じだったよね転落死したのか自殺したのかまあでもそれをシマさんが止めれなかったっていうような話だと思うんだけどまあ身内からは割とまあ、身内中の身内ってわけじゃないんだけど警察の内部の人からは、えー、相棒殺しがと言われていてそれをイブキは知らんかったというね初耳だったというねここなえさんは今回も ネットに詳しいということをですね利用してちょい活躍したねで「教えてやろうか」みたいな言われて「いや調べるんで大丈夫です」っつって、えー、ビールからね333という9がラッキーナンバーだけど3は不吉だというだから渡辺大一さんが演じてる水森さんは、えー、ベトナムのカルチャーにすごい詳しいという設定っていうことだよねうん でまあ今回匠だなと思った乃木脚本の面白ポイントとしては、えー、大丈夫大丈夫っていうのがまいちゃんがうまく使えてなかったけど最後うまく使いましたっていうところといぶきの師匠の小木菜とみさんが大丈夫なのかそいつはっていうところですねが反復で使われていてまあ、こういうこういうい構造になっていたということですねここで出てきてここで出てくるここで出てくるここで出てくるっていう 大丈夫じゃないってことだよね <laughs> まあ他人を信じないのは刑事としてはまあ仕事上当たり前のことだけれども自分を信じないっていうのはごめんなさいバタバタしとるな自分を信じないっていうのはゴムゴムゴム底のない靴で油の上を走り回っているようなということですねだ不安定やろってことですね大丈夫なのか大丈夫じゃないってことだね のささんココナさんそうね博多弁みたいのが出てたねでサブリミナル的に出るっていうよりかは二人にもバレてる感じだね熱くなってるっていうなんとかバイって言ってた「やったバイ」って言ったね中戸ですよっていう「やったバイ」って言ってたね縦ガネ色メガネかっこいいからサングラスつけてるんでしょうかまあそこ微妙だよねで渡辺大一さんので水森がメガネを 伊達眼鏡にしてるのは。俺伏線かなって思ったんだけど違うかな乃木さんのツイッターによると GoTo は偶然一緒だっただけだしああそうなんだ先週の14万円先週の14万円もうそうなの手取り14万っていうのは結構前から言われてるんでたまたまじゃないと思いますけどね手取り14万って結構前からあるトピックだけどねツイートしてます あ、乃木さん。第5話夢の島リアタイの皆さんありがとう。教えー、押井竹村ショットは2人で見た紫陽花と光、美しい日本。あ,あ、マイちゃんと水森さんのシーンですね。次週いよいよ紐解かれる島の過去、本当か？最後須田雅貴さんちょっとだけ出てきたけど前と同じ映像だったね多分ねほぼ。ちょっと違うのかもしれないけど湯吹とここないがバディとなって相棒殺しの真相を追うあ湯吹とここないがバディとなるんだ。 大丈夫かポンコツバディここでも「大丈夫」という言葉が使われてるね楽しみに本筋じゃない部分で騒がれるのも微妙なので明言しておくと「5話」を書いたのは3月頭 GoTo は単なる偶然、えー、同盟のキャンペーンの揶揄ではありません、えー、前回の14万もそうですがそんな小さな皮肉のために後から台本を直したりもしません本筋じゃない、えー、なんか結構不満げな感じで書かれてますねまあでも14万って別に 今年今月に入って先月ぐらいかに再びこうネットトピックとしてまあ世論トピックとして再燃したけど別に去年ぐらいから言われてるよねだって「日本死ね」みたいなやつの時とかにも14万って多分出てたし手取り14万っていうのは割とその時瞬間の固有のトピック通よりかはもう普通の。 数字になっている気がするので6月7月ぐらいにもう一回再燃した話ではないというだけで14万が乃木さんがゼロから算出した数字っていうわけでもないと思いますけどね。いの <laughs> の顔と島の顔としが画面の端っこにいるカットが印象的だしたああどこだろうそれ。 結構ねハッシュタグとか追っちゃってるからね割とそういうところはね2回目に見たりするんでどの辺か教えてほしいです志麻さん第一話で自分を正義だと思ってるやつが一番嫌いと言ってました何かを信じて相棒を失ってしまったのでしょうかそうだね相棒を信じてとかなのかな相棒が原んと同い年くらいの俳優の方かと思ってたうーんそっかそっかグラスを見てトラウマみたいなそうだね GoTo が偶然ってすごいすごいよね 外国人が夢夢見てきた夢の島、日本はゴミの島の夢の島だったっていうそうですね文字通りの、えー、新天地っていう意味での夢の島っていう夢の島国っていう日本なのかと思ったら違いましたということですねゴミ捨て場で、えー、ゴミとして使われるということでしたねゲストは基本犯人なのかなだから来週村上二次郎さんが犯人なのかな あ、過去のバディ役が村上さんかじゃあ初のゲストだけど犯人じゃないパターンですね。でも過去の志麻さんの多分星野源さんの実年齢より志麻さん多分若い設定だから過去の志麻さんのバディと考えるとほぼ同い年かもよ。何年前かわかんないですが。 未だににそう思ってて日本に来るる外国のの方いるのかな実態はひどいって結構バレてそうだけどでも実態がひどいってバレてたらこないんじゃないですか昔言われてたよりはひどいってバレてそうだけどでも実際本国にいるよりはマシだと思うから来るんじゃないの、うん、だからね我々がコンビニとかファミレスとかで。 あなんか最近外国人の店員さんめっちゃ普通になったよねみたいなめっちゃ便利だよねみたいな24時間空いててみたいなそういうこっちゃないっちゅうことですよねあでナウチューバーのレックが出てきて彼のところに第3話のね男の子から DM が来ましてで彼もインフルエンサーとしてちょっと売れ始めているという、えー、登録者が 1. 何万で フォロワーが5000とかだった。ああいうのはリアルだよね。もんじゃ焼き後のマイさんのカットが水森さんへの思いが感じられた。そうね、最終回とかで出てきたりするのかな。外国人労働者とか留学生には中国とか韓国の方が人気あるみたいです。ああ、今そうなんだ。 えー、前回のドラマ見直したら隊長の子供がご飯食べないと言って仏壇に行った時に一瞬隊長のご主人の写真が写っていましたおお隊長はね今回ほぼ全く出てこないのかなと思っていたらすっげえいいこと言ってましたねバックにいたのは永田町方面だという話で「桔、え、梗、ー、が4基礎を作ったのは好き放題やるためだって」という噂があると「何を恐れてんだろうねただここにいて働いてるだけなのに」という乃木ドラマらしい。 一言ありましたね日本とベトナムの共通点が面好きと仏教国であるということと縦に長いことだっていうところはなんだろうねあれは別に伏線というかただ単に名台詞って感じ。まああとあれだな俺は今何十万人の話はしてねたった一人の一回の人生の話をしてるんだっていう志麻さんのね、えー、その一個一個の罪に対しての。 制裁というか裁きとその背景を勘ぐったり不当に死刑私刑をしてはいけないというのは一貫しているテーマだよね。このドラマがというか乃木ドラマがというか村上虹郎さんが6年前の志麻さんの相棒高坂として登場死んじゃったんだよね。 そうおかげさまでこれそんなに大した話してないで思いついたことをだらだら喋ってコメント読んでるだけなんだけど毎週なんとなく3,000再生ぐらい行っててドラマはすごいんだなって思いますねこのドラマが最近僕は出体をもう回見直ししたりしてます <laughs> まあ逃げ恥はもちろんコンビニにたくさん外国人の方々がいらっしゃるのは見て取れましたが実際は見えてるのはエリートというセリフを心に刺さりましたそうなんだね まあそれをね真に受けてこう鵜呑みにするのも、えー、違うんだとは思うんだけどそういう捉え方もあるんだというのは全然知らなかったね <laughs> 大島さんが YouTube してるのもあって YouTuber ーーの登録者のあたりがリアルに感じられるんですねそうね1万超えたら「おっしゃ!」みたいな「おっ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 」みたいになるのは結構わかるよね1万超えてなかったけど超えたぐらいって感じだよねあれ多分で僕とかはメディアに出ることもあるから割と YouTube 始める時から のフォロワーとかはまあちょっとはいたんだけど何にもメディアに出てない人が5000とか行くのって結構すごいことだからねレックさんがだからテレビが古いって言われるんだよってドラマで言うのすごかったですねまあでもなんかテレビからテレビ内でのテレビに対するそういう自己言及的な批判とかはまあトレンドっちゃトレンドな気もするけどねまあリアリティとしては YouTube の登録者より Twitter の登録者の方が めっちゃ少ないっていうのが普通なので10分の1とかなのが結構 YouTuberYouTube だけやってる YouTuber は普通だから、まあ、5000は多いかなちょっと思っちゃったけどね3000とかでもいいかなでもその動画を Twitter でも流してバズったのかなだったらまあありえるかなって感じだったらリアルかなって感じ九重さん父とは関係ないと言ってたのに意味あるんでしょうかまあもちろん確執はあるだろうね九重さんの親子関係 を出た後カタツムリと犬の例え話してるときとラストシーンの顔のカットがそうでしたああそうなんだもう一回ちょっと見直すあ青池さんの作ったウサギのぬいぐるみ飾ってありましたねらしいねちょっとちゃんと見直すわ配信者が徐々にヤバさが加速してきてるなそうねまあでもどうなんだろう見方として機能するような気もするんだよねよくやったみたいなファインプレーみたいなのがね出る気もする 須田さん側に行くことはあるのかな闇落ち闇だけどなもともと乃木さんの取材力はさすがだなと思いましたうんそうね獣藩出隊の伏線回収の仕方好き迷い迷は毎は,はね伏線がすごいですからね今見終わって見に行きました追っかけ再生かなぬいぐるみ気づかなかったな俺もね気づかなかったんだけどハッシュタグで追ってて気づいた 仕事の関係で資格取りに行った時ベトナム人にいて週休1日って言ったのを思い出しましたうんでも今日のドラマ見てると週休1日もあればマシな方なんだろうね志麻さん水森はずれた世界を伊達眼鏡でごまかしてごまかしきれなくなったんだろうなって最後言ってましたねぶきもごまかしてるのかなそうねぶきが伊達眼鏡をしてることに何か理由がないとねやだよね会ってくれよって感じでね ここ、ね、九州の方言出したのは何ででしょう警視庁官の息子って言ってたから育ちはずっと東京設定かと思ってたあ違うってことだよね親がどうこうってのあるんだろうね素だったからね多分あれは伊吹の過去も気になる伊吹の過去がねえ来週来週もう6話か来週志麻さんの過去がある程度明らかになってんってことは伊吹の過去もみたいな感じになるんだろうね うん、あどなたかがなんかツイッターで言ってたけど「志麻さんの死」「志麻さんの島に死です」の「死」が入ってて息吹の名前に「生命の息吹」の息吹が入ってて生と死の対比みたいな感じになってるんですねみたいなことらしいですね。なるほどって感じあじさ全般の合言葉は「移り着」「霊嘆」「辛抱さ」「霊国」「無情」「高慢ん」まあちょっと違うんじゃないですか今回は違う気がする。 ナウチューバーの配信で事件が起きそうなことや奈川君の叫びにここないくんが気づくとかありそうではないですか。ああ、なるほどね。ありそうですね。いぶきも過去に何かありそう。そうね。だってなんだろう。あんなに嫌われてたのにさ、別に蓋開けてみたらさ、ただちょっとその直上傾向型というか勘に頼って操作するっていうだけで迷惑なやつっていう側面まだ出てきてないもんね。あんま。 私の前職場、在籍してた技能実習生も期間終了した後に失踪したらしい期間終了した後に失踪するだけマシなんでしょうね多分期間が終了する前に失踪しちゃう人が何割もいるって何か報道だとよく見るよね虹郎さんがどういう演技で来るかわからないけど志さん的には過去の相棒と伊吹のキャラが被るんだろうなあでも確かに虹郎さんそういう役多いよね割と奔放なというか ナウチューバーは奇数話に出出てててきるるけど次回出てくるんですか、ね、あーそっかそっかじゃあ次回出てこないか確かにナウチューバーと菅田さんがセットで出てくるとしたら前回3話だったから今回5話次7話みたいな感じかそれ効率いいかもねナウチューバーがナイトクローラーみたいな行動をしだすんじゃないかと思うナイトクローラーってどんなんだっけ探偵的なことするんだっけ映画ですよね 職場にも外国人労働者の人いるけどそこまで違和感なく日本語書けるし話せるし普通にすごいし努力してるんだろうなって思うめちゃめちゃエリートの人かなその中では九重ココ君はなぜ親にコンプレックス持ってるんだろうまあ教育がこう抑圧的な教育をされたんじゃないかなでも結局は同じ仕事してるしねって感じだよねブ吹が何もなく拳銃抜かなさそう,かさそう何かあったのでは過去の話かな ここの絵の中の人が福岡出身なんで九州の方言使っったののかなと思ってますここの絵の中の人中の人ってあんま言わないでしょ岡田健志さんそうこのね「ミュー404」の配信を初めて5回目になるけどえらいことにスーパーチャットが多分一0も来てない一0ぐらい来たか一回ぐらい来たかもしれないですけど <laughs> よかったら。 まあ、スーパチャットしなくてもね全部読んじゃうからってのもあるんだけど福岡お岡建志さん本人が福岡っておそっかもっとコメントがダーッて流れててその中でスパチャしたのを読むっていうふうにするとスパチャしてもらえるのか全部読んじゃってるからダメなのかナウチューバーが良い方向に機能するのかナイトクローラー方面に行くのか良い方向に最後は行くと思うけどね そうね、だからな謎も残りつつって感じかな y o u t u b e と須田まさきは絶対キューパーソンそうねー今回の須田,須田出ししぶりからしてめっちゃ撮れてるわけじゃない感すごくない本来別カット撮る予定だったけど前回撮った部分をうまく切って 今回の感じにしたぐらい3話の時の出方とほぼ同じ映像だったからあんま出てくるの期待してもなって感じもあんだよなよし20分超えたんでぼちぼち終わろうかなえ言い残したことある人はあと12分パーっと言ってください拾って終わりにします三森さんの最後の「来るな」が印象に残りましたそうねー と日向さんとかは出てくるのかな今後もしばらく、まあ、役割としては一旦終えてる気もするけど伊吹が志麻さんの過去を気になるようにさせるという仕向けるという恩師っていうキャラクターだよね何話までですかえ10話じゃないのかな11話かな発表されてるこういうのってさなんか最初から発表されないことあるよね何話までかって。 わかんんないんだよね今日もスーパーチャットは来ませんでしたまあ別にいいんだけど <laughs> まああとはザ「ザヘッドというヤマピーさんのドラマが Hulu でやってたんだけどそれも終わっちゃったし「えー、日本沈没」と「重音」も一応やったし新作映画はなかなか難しいんで何やろうかなっていう感じですあ <laughs> ありがとう。セータ川端さん500円 ありがとうございます。須田将崎さ,さんはここぞという時しか出なそうですねなんか最終回か最終回の1個前9か10小日向さんが「お前は人を信じすぎる」って言ってたから小日向さんがダーク側の可能性はうーんでもそうだったらあれ言う必要ないからね明日は何時起きですか明日はあでも遅いです午後からのライブなんで。 うん、10時ぐらいいいに起きればいいかな和数発表すると視聴率低い時に途中で切れないからななるほどそういうことかあ500円ありがとうございます飲み問題にもしてくださいあすか N さんあいつもありがとうございますそうだからね今後もちょっとねやってほしいことがあったら是非書いてコメント欄とかに書いていただければと思いますなんか勉強の受験生向けの勉強の話とかもねしば,しばらくやってないからまたやろうかなと思ったりとか、まあ、あと「日本沈没」のコメント欄がちょっと荒れてて別に僕の ことを文句言ってるっていうわけじゃなくてまあ思想的にいろんな人がいるわけじゃないですかでなんかこう愛国心というものを扱っているので割とまあアンチの人もつきやすいコンテンツだったりしてちょっとそれについての話とかを一本動画にしたりとかあとまあ序穏のネタバレなしであくまで喋ってたんでネタバレありのバージョンやろうかなとかねメロンパンの車は最後まで使うんじゃない大破したりはしないんじゃないですかあせた川端さん心ばかしですがこれからも楽しみありがとうございます アイランドはねちょっとあんま盛り上がらなそうなんでもしかしたらやんないかも ABEMATV でやってるねまああとオオカミちゃんが8月に始まることが発表されたんでそれ始まったらまたやろうかなとか、えー、お願いランキング見ましたありがとうございます新ネタ作るんですかカセレーザーさんにねアドバイスされていやちょっと違うアプローチになるかもしれないとりあえずでもお笑い関係の何かはやるんだけど、えー、いきなりあのチャンネルにね我々の漫才が上がってもなんじゃってなる なんかちょっとそこはどうしようかって今スタッフ,スタッフさんと喋ってるところやうん菅田将暉の持ってたのドーナツ EP でなくただのトローチ説ああミスリードギャグほんま漫才楽しみにしてますオオカミちゃんやってくれるんですか嬉しいです盛り上がったらねあとあれもあるよねバチェラーの逆版みたいなバチェロレッテもあるよね どうしますこのチャンネルの拡張というかその格式がどんどん下がっていって映画ファンのちょっと手厳しい人とかがどんどん離れていきテレビ好きインターネット好きの人の場所になっていく映画レビューがどんどん伸びないチャンネルになっていく、ね、見てないです見てないしあのパ a ビで流れると思ってほっといたらなんかダイジェスト版らしいですね。 それがちょっとやり方がちょっとどういうことなんだろうってよく分かんないなって感じです。やった方がいい半沢はでもあれじゃん「ミュー404」はさすっごい喋ることあるからいいけどさ半沢の感想とか「いやもうあいつムカついたね」とか「いやここでスカッとしたね」とか感想2個ぐらいで終わるんじゃないですか1話につき。<laughs> いいけどそれはそれで。ツイートでいいツイートで。 韓国映画続々公開されるのに見たいでさあと韓国なんでこんな人気なの映画音楽そうねまあかけてるお金とかね育ててる時間とかが違うからねインターステラーとかねいいよねありだねインターステラーやってくださいっていうさなんだリクエストがめちゃめちゃくるんだけど他の映画もさもっとあっていいのに時計仕掛けのオレンジとかさ考察っぽいのっていっぱいあるのにインターステラーが一番くるんだけどなんで 勉強系ですいません大島さんの現代文の動画と林氏のおかげで模試の評論はほぼ満点か一味スになりましたおありがとうございます僕のチャンネルじゃなくてキャスダイス TV っていう別の教育チャンネルで現代文のやり方を完璧に喋ってる動画があるんでよかったらそっちも見てください関係ない話し始めたら視聴者が10人ぐらい伸びたなまあノーテーマのノーテーマの配信とかもやった方がいいのかな本当はまあぼちぼち リクエストがありりりままししたたら割とその通りにやったりしますんでなんか書いいてくださいあー半沢なんかまとめサイトで女性蔑視とか書かれてたなあーそうねなんかそういうのも見たりしましたけどまあもちろんもともとさ別にさ新しい話じゃないからさ新しい思想を押し出していきますっていうドラマがそういう感じだったら残念だけどさ別に昭和に放送されててもおかしくないような内容を今やってるっていう。 こう一周してやってるみたいなところがあるから。あんまりね、半沢にそういう部分求めてもなあと俺は思ったんだが、まあ本編をまだ見てないのでなんとも言えません。テネット公開されたら考察してほしいです。テネットね。もしかしたらね、ちょっと試写に。行けるかもしれないんだけど。本編の公開が遅れてるのもあって、試写のね、スケジュールも遅れてて。ちょっとどうなるかわかんないんだけど、公開されたらもちろんやります。うん。ただ。わけわかんないとか。なる可能性もあるね。 いやー面白かったですねただね訳わ,わかんなかったですねみたいな動画になったら嫌だなはいじゃあそんな感じで来週も楽しみにしましょうちょっと言い忘れた感想とか情報とかあったらコメント欄に書いてね普通の質問コーナーみたいの動画でもライブでもいいから欲しいかもおどこに需要があるかなんだよねおつでしたありがとうございましたちょっとまあ探り探りでインスタとかのねインスタのストーリーとかでそういう質問を 質問ありますかみたいな質問をしたりする時もあるんでインスタも是非探してフォローしてもらえると嬉しいです。た。